第四只見川橋梁第四只見川橋梁は、福島県大沼郡金山町の只見川に架かる、東日本旅客鉄道只見線の鉄道橋である。国鉄合図線の合図宮下駅合図、川口駅間の延伸工事に伴って1953年に完成し、1956年に供用開始した。合図水沼駅合図中川駅間の阿賀野川、 水系ただみ川にかかる全長199.11メートルの橋梁である。2011年7月の新潟、福島豪雨では、ただみ川の増水、氾濫により、本橋梁が冠水したが、下地式トラス橋のためか流出する事態は免れている。なお、流木などの衝突により、本橋梁のトラス桁及び敷設されたレールが歪んでしまっている。また、 宮下方の鉄筋コンクリート桁の手前あたりが路盤崩落している。同年9月末より、合図宮下駅合図川口駅間の2011年内の運転再開に向けて本橋梁を呼び、周辺の路盤の復旧作業を行っていたが、同年11月末には復旧完了となった。同年12月3日より、合図宮下駅合図川口駅間が運転再開となっている。 鉄筋コンクリートゲタ、プレートガーダーゲタ、トラスゲタの混成形式であり、トラスは横側橋梁を製作所制である。また、鉄筋コンクリートゲタとプレートガーダーゲタが若干カーブしているため、橋梁全体が S 字を描いているのが特徴である。ただ見川にかかる本橋梁は、鉄道ファンやカメラマンの有名撮影ポイントとなっている。ありがとうございます。